こんにちは。グレースライトカレッジバスケのグレースです。今回のテーマは SNS 活用法です。ではよろしくお願いします。皆さん SNS 使ってますか？ Facebook、Instagram、Twitter、TikTok に Snapchat、 いろいろありますよね。ちなみにこちら、グレースライトインターナショナルでも Twitter、Instagram、Facebook やってます。よかったら見てくださいね。皆さんは普段 SNS にどんなことを載せていますか？ Facebook に友達とディズニーランドに行った話とか、 Instagram に最近行ったレストランの写真とか、 Twitter に日々思ったこととかつぶやいてますか？個人的なアカウントはそれでもいいと思います。ですが、カレッジバスケを目指す皆さん、ぜひ今日新しいアカウントを作ってみてください。それには日々自分の生活をランダムに載せては絶対にいけません。バスケットボールに特化するようにしましょう。しかも自分を PR することに専念するといいですね。新しく作るバスケ特化アカウントは SNS という名のあなたの履歴書となります。何を言っているの？と思った皆さん、まずはカレッジコーチに連絡を取る方法について考えていきましょう。皆さんは憧れの大学のバスケ部コーチに最初に連絡を取る場合、どのようにして取りますか？大学のホームページからコーチの E メールアドレスを探してメールしてみる。それ、かなりの高確率で無視されます。多分 NCSA のブログだったと思うのですが、 NCSA とは大手のスポーツリクルーティング会社です。こちら興味深い記事がたくさんあるので、よかったら読んでみてください。どの記事だったか今回見つけることができなかったのですが、元カレッジコーチの話が記事になっているのを読んだことがあります。私の記憶に基づくので不確かな点もあると思いますが、内容を日本語で言うと、私の一日はまず大量に届く E メールを読まずに削除することから始まる、みたいな書き出しでした。まるで私の一日は一杯のコーヒーから始まるみたいなノリで爽やかに、全く爽やかではない始まりでした。その記事を読んだ私の心境はこんな感じからの、こんな感じでした。その頃、長男がいよいよカレッジコーチに連絡を取るぞというタイミングだったので、その記事を読んで背筋がゾッとしたのを覚えています。コーチに E メールを送って読んでもらうって初歩的な段階かなと思いきや、実はコーチと個人的にもう少し関係性を築いてからの話なんですね。じゃあ最初に何をすればいいの？って思いますよね。まずは大学側が用意しているアンケート用紙に記入するのです。アンケート用紙？大学の近くに住んでいるわけじゃないから取りに行けないし、大学に行ったとしてもどこに取りに行けばいいの？答えはこちらです。こちら大学のホームページになります。テキサスといえばテキサステック、一緒に見ていきましょう。今年だったらベイラーの方がいいかなとも思ったのですが、ベイラーのホームページではアンケート用紙を見つけることができませんでした。ではこちらのメニューバーからモアの中でもさらに下の方に行くとありましたね。リクルーツ、クエスチョナー、こちらがアンケート用紙になります。こちら見ていくと、個人の情報、興味、
アスレチックの情報、両親の情報、学校、学校コーチ、AAU チーム、AAU チームのコーチの情報、いろいろ記入する場所があります。上に戻って、こちらありましたね。Twitter、Instagram、Snapchat、TikTok、それぞれ記入する部分があります。噂によると、大学がソーシャルメディアを確認する目的は、その生徒が過去に不正なことを行っていないかどうか、バックグラウンドチェックを目的としているようですが、大学側の思惑はさておき、自分の SNS を見てもらえる最大のチャンスは生かしましょう。ではもう一個、他の学校を見てみましょうか。こちらは、テキサスにある D3 ハイアカデミックの学校です。トリニティ大学。ハイアカデミックというのは、俗に言う偏差値の高い学校という意味です。ではこちらの学校でも、ありましたね。クエスチョン、リクルーティングクエスチョナー。こちら大学によって記載内容は多少違ってくるんですけれども、こちらですね。ツイッターユーザーネーム。このように全ての学校ではありませんが、大抵の学校でウェブサイト上にアンケート用紙が設置され、SNS 記入欄も多くの学校で用意されています。想像してみましょう。このアンケート用紙は誰が見ているのでしょうか。これは想像の範囲ですが、これに記入すると、その学校でキャンプが開催される際にお知らせが来ることが多いので、アスレチックの担当の事務の方がまず見ていると思います。そして各スポーツのアシスタントコーチへ送る。アシスタントコーチが内容を確認して気に入ればヘッドコーチに話を上げていくのではないかと想像できます。あなたの SNS が必ずしも見られるとは限りませんが、もしコーチが見たときに非常に魅力的な内容だったら直接連絡が来る可能性だってあります。SNS は学校のバスケ部の様子、ハイライト、学業での表彰、クラブチームでの活躍、自主練の様子など、今までのあなたの努力のすべてを効率よく履歴書としてカレッジコーチにアピールすることができるのです。例えば、新しいチームに入って、まだチームメイトやコーチとの信頼関係を築けていなかった時のことを思い出してください。プレイングタイムは少ししかもらえませんでしたよね。その1分、2分の間にインパクトを与えるプレーができたとしたら、次回はさらに多くのプレイングタイムをもらえ、チームメイトに認められ、コーチの信用が得られると思います。カレッジコーチに見せる SNS の内容次第で、アスレチックの事務の方から一斉に送られてくるキャンプの案内を受け取るのではなく、コーチから直々にキャンプやオープンジムに誘われたり、そこで実際に自分のプレーを見せることで、グンとオファーに近づくチャンスが得られるとは思いませんか？バスケ特化の SNS、持っていない人は今日作りましょう。SNS のどれか一つを選ぶとしたら、ズバリ、Twitter です。アメリカバスケ業界において、Twitter が最強の SNS です。あともう一つ、カレッジコーチで個人的に Twitter をしている人が多くいます。自分の憧れの大学のコーチが Twitter をしていたら、フォローしてチェックしましょう。読み続けていると、コーチの考え方が分かってきます。実際に会って話すことになったとき、その予備知識があれば話も弾むことでしょう。いつ見られるかわからないあなたのバスケ特化 SNS ですが、
今日からコツコツ続けていけば、未来の大きなチャンスにつながるかもしれません。カレッジバスケを目指す皆さんは、バスケが上手くて当たり前、そのスキルをうまくアピールして、チャンスをつかめるかどうかは、あなた次第です。今回は、SNS 活用法というテーマでお届けいたしました。QR コードをカレッジコーチに送るっていうのも悪くないですよね。ちなみにこれは、グレースライトカレッジバスケ YouTube チャンネルの QR コードです。皆様、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。カレッジバスケに挑戦！